愛し合えて頑張るよ。
とこ道を作っておかないとね。おい、おお、よくやってくれた。おい、おい、おい、立ち回してやろうかね。よいしょ。こいつが奥の手だよ。我が知略の餌食になりたいらしい。ユウリ様、ご共鳴は我々はあなたに降伏しましょう。さあどうぞどうぞ。この砦ではあなた様がお使いください。そうか、感謝するぞ。お前たち無益な争いは私も望まず。さて行こうか。諸葛亮、劉備殿の国へ。その首もらい受ける。いざ。おいおい、こいつが奥の手だよ。覇色の巣がなんせとは無縁だったのに。陣を変え、その実戦果をもたらすよ。さにひど正義に適するものだ。はあ、ああ、和歌。うん、やっぱり和歌はそうなるよね。了解。取らず俺の槍が撃つ。危ないよ。いいやつは生徒を狙う侵略者ども。正義の刃受けてみよう。
なもんさ。悪いけど、お前さんの刃は掘らせてもらうよ。この奥の手だよ。若にも君たちにも事情はある。これって今話してた始まんないよね。戦ってのはそんなもんさ。話をする前にまず決着をつけないとね。バカな、これが正義だ。悪の前に屈するとは。いやいや、劉備殿にも正義はあるよ。ただお前さんのとは違うってだけでね。いい、貴様らも正義をし。通すのか。ならばこの魔物鬼、その聖者を見定めん。バカ、いやでは、まあそういうならいいか。じゃ、そういうことで俺もよろしくね。魔長が寝返っただって。もう、なんなんだよ。だが、これでも私は進まねばならんのだ。
様はオラたちを乱世から守るために来てくれただ。バンザーイ、劉備様、バンザーイ。劉将殿、私は変な同情なんてするもんじゃないよ。いいかい、みんなお前さんの民になることを喜んでるんだ。それに応えるのも仁ってやつさ。